あ、もうどんどん始めちゃって大丈夫なので。さて続いて出てくるのは、ベルアラックネ。まあ、お互いキャラパワーはもはや語るまでもない、申し分のない同キャラなのですが、捕まえた者勝ちっぽい要素も呈しますが、さあどうなることやら。ここはラインを下げ切ってアラクネが手で逃げる。さあまず落として、カルルが捕まえるが、まとい切れ状態なのでカルルも安易にゴリゴリとは押せない状況。さあここで立ち回りのつた中ではありますが、楽印がついてアラクネのターン。車輪からとりあえずこれは画面端には届くでしょう。 A 虫の受け身代わりからバソ。さあこれで水木にターンが渡るような状況になりましたが、ここはステップで逃げる。さあラクレが上でふわふわしてるところにブリオが突き刺さる。さらにトーコも刺さって、ここはどうなるか。ラクレの暴れから画面下に逃げるか。さあラピカンからお互いに逃げては追いかけの繰り返し。ここで捕まえたのはカルルがバースト。これはやってしまったか。しかしまだこれ、さあまずリーチをかけている水カルルという展開の第2ラウンドですが、さあ立ち回りステアレが強い。ここでさらに画面足持ってって、この状況まずアスカシゲダンからいつもの流れでこれは下がってしまう。補正切りにはミスったものの、まだまだ画面足。さあもう一度、ここはロクシーからのクラッシュトリガーでフィニッシュ。勝利したのは大阪亭のお二人、おめでとうございます。はい、どんどん行きましょうか。次、鉄さんのラグナと稲木さんのアマネ、セナ軍団。稲木さんいる？オッケー。次、オナハさん短期、わらわ置いてきた。はい、オッケーです。じゃあ影響体の方はまあ小長さんが短期なので、鉄さんと稲木さんの方だけ先方。了解です。じゃあ影響体の方はもう先方アラクネ対ラグナーということで固まりましたので、もう大丈夫です。どうぞやってください。もう特に先方の申告が両チーム終わったら特に待つ必要はないので、どんどんやってしまって構いませんので、よろしくお願いします。さあ続いての、組み合わせは鉄ラグナ、稲木天音のセナ軍団、対するは、オナハさんのアラクネ短期、わらわ置いてきた。さあアラクネラグナという組み合わせなんですが、まあ記憶に新しいのはやはりあれですね、アークファイティングゲームアワード。さあまずは 2D からスタート、ラグナのターン。エリアルからナイトメアエッジ、これは派生まで出して置き詰め、2222 5B と詰めるより固めて、これは 6B が見えない。
と中段からしっかり3000以上のリターン。さあラグノはこのターンでなんとか終わらせてしまうところでしょうが、ここでジャンディが通る。しかしここはコンボミス、まだ楽印はつかない。しかし楽印ゲージがあればオーバードライブで強制的に楽印状態に持っていくことが可能なので、これで荒くれにターンが渡って強力宅からの追い攻め画面端。しかし荒くれもさすがにもう無理はできない体力なので、ここは慎重に立ち回りますね。ここはガントレット・ハーデス・ラピからまだお金ジェシュだ。1ラウンド選手したのは鉄ラグナー。さあ続いて第2ラウンドは開幕はジャンプ A が通って、まずは楽にちょっと回収取り、荒くれが小突く展開になっていますが、この状況をラグナーはどう打開していくか。ここはまずはディバイダー、ガントレットハーデスが当たる。マダオからデッドスパイク、エリアルに持ってって、こっから置き攻めどうするか。ここは荒くれ側はオーバードライブを使って無理やり楽印と大き攻め、チャリン、これはゲージがあるのでフィーバス。さあ11ファイナルラウンド、さあゴビー、まずはゴビーが当たってラグナーがちょっと小突いた感じなんですが、このふわふわしてるアラクネを捕まえるのはどうするのかといったところ、ゴビーが空中くらいで画面足、これはラグナーが非常に美味しい展開になっている。クーダタクはしっかりガードしているが、ここはナイアトル。さて鉄ラグナがあらゆるとあらゆる崩しを駆使してアラクネを攻めている状況、もうワンコも蹴んない。投げる思い切った選択肢だが、これ抜けている。ゴミ越しオーバードライブ越しからのヘルズファング、素晴らしいコマンドですね。勝利したのはセナ軍団、おめでとうございます。さあ次、トマト王子町屋ウルフアバトルいますか。 OK、コナンさん、リクトエさん、今日は性格いい、いらっしゃいますか。コナンさん、リクトエさん、いらっしゃいますね。じゃあトマト、じゃんけんして、どんどん準備をしていってください。人は違うんじゃねえのか。そうですね、すみません、試合終わった人ですとか観戦をされている方は、選手の通り道を選手が通るときは確保していただけると、助かります。ご協力をお願いします。はい、じゃあ影響で始めて OK なのでどんどんお願いします。じゃあ B 兄弟呼び出しをします。林さん、俺一人で十分だ。あっち林さんいる、神楽のアディオッケー、アディオッケー。次、ケース田岡香さんと、ランベルさんの S、 セラ軍団 B いらっしゃいます。はい、じゃあカズさんかと思う。じゃあアッチとジャケンしてください。さて運営をしておりましたが、影響隊は次の試合に入っています。コレルイザヨイトマトアラクネの、純正発注チームですね、町田ユルフラバトル。それに対するは、東海と関東の混成チームですね。
コナン椿とリクトゥエイザナミの今日は性格良い。じゃあ B 拠点始めちゃって大丈夫です。先方はコレルイザヨイとリクトゥエイザナミといったところ、僕は結構デブ症なのでこういった他の地域のプレイヤーさんが見れるのはすごく嬉しいですね。どんな戦い方をするんでしょうか。さあ攻め立てるイザナミ、これは到来から天外さていつもの置き攻め。さあここでコレルイザヨイ側はバーストを切っているんですが、縦状態で追いかけるイザナミ、このプレッシャーがすごい。到来からこれしっかりコンボをつながって、リクトゥエイザナミがまずは第1ラウンドを制しましたね。さあ次のラウンドは開幕、イザヨイ側のジャンシが刺さった展開で3000、結構大きなダメージになっているわ。オーバードライブ、さあ走ってくるところにしっかりと技を置いている。さあここでオジも捕まえて下段カウンターヒットしている。さあこれは縦張り切れなかったか。最後はジャスティス、さあ1-1で迎えるファイナルラウンドなんですが、さあ開幕から弾がなかろうが突っ込んでくるオジ、そして投げ込ん、さあバックステはケアしたもののそこからコンボには至らない。さあこのビートライはビットでのカバーが効いてコンボは見せているが攻める状況には変わりはない。こうなると非常にきつい、この弾とねイザナミ用の固めは相当強いですから。さあそして試合の方は逆側の画面端で持ってかれている。ストリックセーバーからアストレア、もう一度ストリック、しかしこれは非常によく見ている。エトライから縦張ってこの置き攻め、どうやってしのぐか。これ毛が刺さった形になったか。6死でフィニッシュ。前方戦を制したのはリクトゥエイザナミ。東海っつったら小池さんとか、まあ辻川さん、和良くんぐらいのところですよね。まあ名古屋岐阜らへんのプレイヤーさて大将を引っ張り出されたトマトですが、さあどうするかといったところですね。開幕お互いに捕まえた時のプレッシャーがやはり尋常じゃない組み合わせなので、ここはジャンディーから一発楽園、ここはトマトのやり込みが光る。さあ B 兄弟の方が終わったのでちょっと運営の方に入らせていただきます。服部とゴーン、ピンソロフレンズ、服部とゴーンと、ダイワさんのプラチナ南ハウス。じゃあ兄弟だけ一応じゃんけんで決めてください。さて試合の方はどうでしょうか。先のラウンドはトマトが制したようですが、ここも一発楽園の前にさすがにイザナミがバースト決めましたね。さあ縦これで設置が成功、これで攻める状況はできている。荒くでも楽園が始まっているのでこれはちょっとわからない、やはり虫で置き攻めに割り込んでいく。ダイブ
くからの、これは一発楽園コースか。車輪からの虫ダウンとって、これはなかなかに見づらい置き攻めが展開されて勝利したのはトマト。さあさて続いては大将コナン椿ですか。さてもうじき左半分が終わりそうというところですね。はい、大将大将同士の試合始まります。コナン椿対トマトアラクネ。さあ開幕はクー投げ、そしてこれは一発楽園。この試合は開幕いきなりアラクネペースでスタートする。さあここはダイブから、これはタクになっていたんでしょうかね。そして置き攻め、ここはカウンターサルト、とりあえずゲージを使ってまずは逃げることを最優先。ここで抑え込んだ椿川、これ裏に回って投げる、この選択肢、しかし若干コミスになってしまうが、さあこれは的いきりの影響が最後までできる前に崩しつつには成功してはいるんですが、ここの空対空でしっかり抑え込む、さすがといったところですね。ここはまずはコナン椿が先制、開幕は1000、アラクネ側もオーバードライブで応戦するんですが、この空対空の奪い合い、上から椿側が抑える、コナン椿側が先ほどからかなりいい空対空を見せているので、アラクネが結構飛びづらいような試合展開になってますね。さあ中段側のしのぎ切って楽園はついたものの、ここでオーバードライブ発動、アクティブフローもついているのでダメージはかなり伸びる。さあ一瞬で抑え込んだコナン椿の勝利ですね。両方終わったか、じゃあ上からどんどんやっていこう。じゃあ影響台で月曜のヌバブユッタさんとネズさんいらっしゃいますかね。ユッタさんネズさんおるかおるか、ユッタさんとネズさんはどこかしらにいらっしゃいますでしょうか。あ、ユッタさんいた、あとはネズさんがいれば。で、相手が流星とふみくん、鉄尾チルドレン、鉄尾チルドレンの方はいますね、ちゃんと。じゃあ流星とりあえずユッタさんとじゃんけんしといて、で、B 兄弟が、りょうさんと R2 さん、テルミノエルチーム、希少キャラ使い。R2 さんとりょうさんいる？はい、OK。で、次、次回王と、チョビ、マカロニ作戦、ドゥエ。チョビはさっき見た気がする。いた。あれ？あ、いたいたいた。じゃあ、りょうさんと、次回王と、サディさんのチームで。が B 兄弟。あれ、ネズさんって見つかりました？ネズさん試合でーす。寝てる？
根津さんいらっしゃいます。あ、オッケー。じゃあ影響体で龍泉とこと、ね、あのユタさんとこはお願いします。どちらしで、あの流星の方は手話に言ってくれれば OK。 了解です。 OK です。あ、 BOK、 じゃあ B 兄弟は両方先方決まってるそうなので B 兄弟は始めてしまって大丈夫です。で、 A 兄弟は了解です。 OK、 じゃあ A 兄弟の方も OK です、多分だよね。 OK、 じゃあ両方とも試合始めちゃって大丈夫なんでお願いします。さあ続いての対戦ですが、根津響きユッタジンの月曜日の沼部、対するは流星カルルフミナインの鉄道チルドレンですね。まあ主に都内を主戦場としている、2人とアークファイティングアワードでの活躍目覚ましかった2人が組んだチームとの対戦になりますね。まず出てくるのはフミナインと根津響き。ウバロバイト、クリムソンレイダー、ここで雨降ってくる。これがないと、ここはレーダーでネイビーで抑え込む。しかしここでキビッキのターン、劣走からオビトがキーザンショー中段はしっかり立っている。ここはモーメントなカウンターなのでしっかり拾える。後ろに飛ばしてさ、これは飛びを通したキビッキでナインがバースト中央、またしても響きが抑え込みに行くが、ここはスナーチャーが当たりましたね。さあかなり展開の早い対戦になっているが、ここはしっかりジャンプキャンセルでバーストケアする。1本目は組みない。まずはネイビー、さあネフライトがついた状況ですが、何か間違いが起こればここで4戦という状況はではありましたが、ここで響きのターン、画面端ミサゴクだけ中段は見えてる。さらに先ほどと同様にモーメントロはしっかり出ている。レイダー締めから奥攻め要請、下段で崩してグッサイド、レイダー、ここはもうナイン側は無理しないといったところか、しっかり空対空を取る。さあそこは叩き落とされるぞ。さあこれはまあ昔からというかずっと言われてる通り、さまざまな魔法を駆使するフミ君のいいところが出ましたね。今のこれ、あそこに入るとジャンプしてるとベチョってなる性能なんですが、叩き落とされる性能をしてるんですが、まあ
立川にいるナインとかでもユウトがどうにかしてなんかうまいこと使おうとしてはいましたけど、あそこまで効果的には使えてなかったですからね。でもお前があれで死んだのは覚えてる。ベトランズ多分ね、お前も知らなかったんだろうけど、ね、普通にジャンプして作るから さて、続いて出てくるのはユッタジンですね。さあ、またしても同じ話にはなってしまうんですが、アークファイティングゲームアワードのでも素晴らしい試合を見せてくれた選手ですね。さあ、ユッタジンのライン戦どう組み立てていくのかといったところ、先手を取ったのはライン側、クンツァイド凍らせて、ウバロー決め。ジンは早々にオーバードライブをして、クーダーで抜ける。素晴らしいですね。クンツァイドもしっかりカード。初見、立ち回り勝負に持っていく。さあ、妖精出したところで、私もダウンはナイン側か。さあ、ウバローと今度使って、ラインを上げていくが、オーバードライブ。お互いに無理はしないといったところでしょうが、かなり硬い立ち回りからの差し合い。ここでジンがついに亀足、しかも捕まえている。スナーチャーラピキャン込みの選択肢でしたが、まだまだ亀足、ジンのターンは終わらない。さあ、甲子園西からのエリアル、非常にいいダメージが出ている。凍結から下段、これは当然無双としよう。 2C6C6D から、これはまだ残るか。しかしさっきから3900と非常に高いダメージが出ているジンのコンボ、火力が高い。そして最後は 3C 動きたいところをしっかり抑え込む。また B 兄弟が終わったようですね。マカロニの方が勝ちました。じゃあ次右側入っていきます。トラクロさんの誠と浅井さんのバレット、フレアレイジ対するは、森市さんのアズラエルと亀井さんの白面チームサティスファクション。森市さんと亀井さんはいるね、オッケー。トラクロさんと浅井さんもいるね、オッケー。じゃあここのお二人で試合なので B 兄弟です。じゃあ先方決まったら俺か渋さんにお伝えください。さあ試合の方に戻りましょう。踏みない優勢といったところでしょうか。しかし画面端陣が分からなくなってきましたが、無双を思い切って足元を刈り取って、どんどん体力差が縮まっていく。レイダーちょっと様子を見て、グッサイドは当たらない。武装選手をラピキャンから攻めるジン。 B 兄弟 OK なんで試合始めちゃって大丈夫です。最後はレイダーラピキャンで終わりましたか。1-1のファイナルラウンド。さあ中断、さあ踏みのインしっかりと差し合っていくが、これは確定を取っているジン。3C セッカー、 3CCT3C 無双、これはエクシードアクセルが出ませんでしたね。さあそして9、ここで画面発信を選ぶ、素晴らしい。レイダーが当たる、しかし吹雪。さあなんともじりじりとした地上戦が続きますが、悲惨劇もガードしている。お互いに
やはりガードは硬いですね。ちょっとよそっとじゃ崩れない相手を倒すりゃやはり立ち回りしかないのか。三振確認オーバードライブ意欲月命。さあ素晴らしいフィニッシュでしたね。ユッタ陣の勝利です。大将大将は、かつての盟友同士の組み合わせですね。流星対ユッタという形になりました。チームを組んでの優勝経験もある2人が次の駒をかけて決戦という図式。おそらく対戦した量はかなりのものでしょう。人対キャラ対バッチリの組み合わせで何が起こるのか。ファーストタッチは流星、アレグレット。さあ姉ちゃんの 2D が非常に強い。そしてやはりここまで来るといつか崩れちまうもの。さあ落としている流星。さて 6D から少し様子を見て、お互いの癖までも考慮した崩しが展開されているが、せっかせっかからこの構成入れ連携、ジャンピーが通る。これで反対側の面端ジンが攻める展開。うわよく見ている。ここでラピキャンしてボランティをかわしている。せっか三振オニー。さあアクティブフロー状態なので何かが起こるのか。ここで流星もオーバードライブリバーチで画面足に逃れるが、ここはどうするか。カンタサルトからボランテで拾ってダウンを取って固めに入ってしのぎきれるのか。これは烈強ラピキャンからクダイが取りに行く。さあ流星が上からかぶさってバックス最後は今日は。さあお互いデンジャーというめったにない状況からすごいヒリヒリした攻防でしたね。制したのはユッタ陣。第2ラウンド、さあやはりお互い無理はできない。変わりたいのは山々でしょうが、あくまでも冷静に逃げたいく。ここは 6A に対してしっかり流星早めのオーバードライブで攻めを展開する。これは表。さあダウンを取ってこっからカルローターン。 OD からのエクシードアクセルもかわす。これは下段で崩れて熱狂ラピでなんとか逃げるが、逃げたいく。ここもしっかりしている。さあ中央の攻め気合い、ジャンビー確認からしっかり膝せまで、ジャンエーから凍らせる、崩れる。せっかバスト、これは流星残らないと踏んだか。さあお互い
ワンチャンスで試合が終わる。さあここで捕まえたらチン、様子を見てからのゴビ、そしてロックエラピア、最後はやはりこの中段、勝利したのは月曜日の沼部。いや、いいゲームでした。じゃあ次ブレアさんとチリさん足引っ張ります。多分2人とも言いますよね。でダルさんのプラチナとメリノさんのアマネ、粉物語、タロッチェン、試合じゃあブレアさんとチリさん、こちらの女性お二方と、いやーマジで面白かったな。いやこれまだ1回戦ですよ。贅沢な話ですよね贅沢な話なんですが、まだ1回戦ですよこれ。 OK、 じゃあ 2P 側は OK そうなので OK です。じゃあ影響で試合始めちゃって大丈夫です。やりとあらゆる地域から来てますからね今日は。さあ続いての、組み合わせです。ブレア S チリカルル、足引っ張ります。対するは、ダルプラチナメリノアマネ、粉物語。そう、都内の強、都内ビッグワンと言っていいんでしょうかの強豪プレイヤーと、新宿レディースの対決ですね。開幕はチリさんとダルさん。さあカルル対プラチナという図式になりましたが、これは画面中央、カルルが捕まえる。しっかり上に逃げてドリームサリー、ボランティは消えない。今の 5C は下手したら確定な気がする。さあ動きたいところに 5B がしっかり刺さっている。プラチナはバースを切ってミサイルをぶっ飛ばして上からカブサル、あ、了解です。シルさん落とし物あとで。さあ試合の方は捕まえる。この緑投げはきついか。プラチナカウンターサルト、そしてブーメランぶん投げる。ブーメラン、さあこの状況、最後は決断。さてさて、カルルが攻めている第2ラウンド、変わらぬスタートといったところでしょうか。これは手叩くから緑投げ、補正がバシバシ切れていく。ここはしっかりプラチナ側暴れてターンを持っていきたいところなんですが、まだまだカルルの攻めは終わらない。そしてゴエゴエからで、これはカウンターサルトは結構いい形で当たりはしましたが、ジャンプ A からブリを 6A エリアル 3C オーバードライブ 6C、 最後は若干ゴムミスが出たものの処理したのはチリカルル。さあ盛り上がってまいりました。
そうですね、勝ったのはサティスファクションの方です。じゃあ次届きましょう、ウルスさんのラグナフックさんのバング、アバンの人はいらっしゃいますかね。アバンバン、アバンの人さん、あ、オッケー、フックさんはいる、フックさんいる、ウルさんもいる、あ、オッケーオッケー、じゃあありがとう。じゃあ先方とか決まったら教えてもらって始めちゃって大丈夫です。あ、ミキョです、そこの赤いやつ使ってください。さて、はい、オッケーです。じゃあ B 兄弟、シーノ君のチームの方は先方もらいました。さあ試合の方は押してるのはチルカルガオガ、最後はロクシさあ、第2ラウンドもチリカルが変わらず攻め立てる展開ですね。さあ画面端、背負っているのはカルル側なんですが、挟み込んでいるのもカルル側、プリオ鬼、これは姉ちゃんの体力よく見ている、ギリギリで止める。オッケーです。じゃあ B 兄弟は、シーノ君とフックさんの先方になるんでお願いします。で、A 兄弟は終わったようですね。処理者の足引っ張ります、おめでとうございます。はい、どんどん行きましょう。マイメロディーさんのバレットとアベスさんのアマネコンボ切断中、いらっしゃいます。あ、はい、オッケー、いる。対するはモモさんとヘイトさん、タイゴロたち、はい、オッケー、いる。じゃあマイメロさん、そこで手挙げてるあの黒い服の方と、さてさて熱い試合が続いておりますが、残り数試合で、あと1、23試合ですね、あと3試合で第1回戦が終わるという形になりますね。ちょっと長丁場になりそうなので、皆さん体調管理ですとかには十分に注意してください。じゃあコンボ切断中の方は先方いただいてます。はい、 OK です。じゃあ先方両方もらいました、バレットとミュウです。もうどんどん始めちゃって大丈夫なので、もうちょいウソでしょ、ウソでしょ、ウソでしょ。どうぞ。さあ続いての試合は、マイメロディーバレットアベシアマネのコンボ切断中、対するは
桃色舞平太美優の太鼓の達人、先方は平太美優対マイメロバレット。さあここはビットとハバヤトでガンガン攻める平太美優、どこだち、これが当たる、エリアルからビーム 6C いくたち、 6C いくたちが当たる、さあここはアフターバーナーの隙にジャンニシを差し込んでいく。さあビット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 と立ち回りを作っていきたいミュー側ですが、叩き落とす。さあどこだちが突っ込んでくる、 6C ハバヤ、 6C これ補正が切れているがまだ残る。さあカウンターされるとトコタチで逃げる、これは面白い使い方ですね。さあ1ラウンド目を制したのは平太さんのミュー、ジャンニシーからさらに補正切り狙ったがこの6秒当たらない。トコタチ後ろから足元に直撃、ロックオンをさせない。さてここでバレット側にようやくターンが回ったが、しかしトコタチこれは優勢であるにもかかわらず元気なプレーを繰り返している。しかしこれはトツカが強い、このランドは勢いそのままで持ってく、平太美優の勝利です。いやアーナルとハバヤ強いね、ハバヤじゃねえや、トツカ強いね。ほら、いやでも画面端から逃げるためにとこあのイクタチ使ったのはすげえ面白い使い方だなと思いましたね。そうそう、勝利を経験してるんでしょ、ピュンって飛んでくるんで。名王脱。さあ続いては阿部氏あまねですかね、登場です。こんな色あるんだ、さすがに立川八王子にはあまねがいないので平太さんは対戦経験としては若干乏しいのではないかと思うんですが、どうなっていくか、いきなり準備万端、レベル3よく見てる。さあこれはコンボミスってしまったが、そんなものはお構いなし、すさまじい勢い。さあお互いかなりスピード感で勝負をしている感がある両者ですが、ここであまねの準備も万端、前転はしっかり刈り取って追いかける、しゃがみにえは当たらない。さあこの補正切り結構いい指導が入ってしまったんじゃないか。さあ展開が早すぎる、すげえ。勝利したのは阿部氏あまねですが、もういや正直もう何が起きてるのか全く分かんねえような。
さて大将大将ですね、桃色舞いたい阿部志山ね。桃色さんは以前まではレイチェルだったんですが、ここはキャラを変えて舞いで今回参戦ということで、レベル3。さあこの状況はもう相当余り側、しかし西でぶつできる。さあ姫よりがこれクリーンとしている。そしてダメージも結構いい感じで取れているぞ。さあ姫よりで飛んでくれ。スズラン、ここはレース。さあこれは暴れ側にもしかしチャンスがやってくる。カウンターされた。さあここは冷静だった。アビッシュアマリに軍配がある。さあ姫よりがしっかりガードしてる。そう結果からこれはアマルタウン無理やりこじ開けて、アマネが無理をしない立ち回りを徹底しているのでなかなか攻め上がれてる感がありますが、さあここどう捕まえるか。さあクテク取ってスズランからの決めより、そしてまたしても中央に戻る。展開が早い。そこでついにアマネが触ってつないでつないで、ここで突然の投げ。お前上これは間に合い。さあ美魚隊が終わったようですね。勝利したのはウルフックチーム、影響隊も終わったようです。勝利したのは、マイメロアベチチーム。じゃあどんどんいきましょう。影響隊伊佐さん哲夫さん、僕らはジュキャラを愛してるいる OK。対するは三剣さん、くれないさん、三剣のお二人はいますかね。三剣さんとくれないさんはどこかしかにいますかね。あ、いたか。じゃあ鉄さんとこと三剣さんとこはこっち側、左側ですね。はい、影響隊の方で、次 B 兄弟の方がモケモケさん、ロニッタさん、ファジーで連絡します。レリウス S チーム、モケモケさん、ロニッタさんいますかね。いた。で相手がミノルさんのレイチェル、ハヤテさんのイザナミ、内山プラネタリウムいらっしゃいますかね。はい、じゃあすいません、ロニッタさん、モケモケさん、ちょっとだけこっち来てもらって大丈夫ですか。じゃあじゃんけんして、筐体を決めてください。伊佐さんとこは決まったら俺か渋さんに言ってください。 1P 側のチームは先方が決まったら僕か渋さんにお願いします。でんだ、了解です。じゃあ影響隊は OK ですね、始めちゃって大丈夫です。なんか違うの違うのユキテルミ、了解です。 1P 側は B 兄弟決まってます。 2P 側まだ。じゃあ 2P 側のチームの先方が決まり次第 B 兄弟の方も始めちゃって大丈夫です。さあ続いて出てくる組み合わせ、伊佐伊佐奈美鉄尾 S、 僕らはジュケラを愛してる、対するは三剣テルミ、クレナイスサノーチーム三剣。さあ先方出てくるのは、三剣テルミと伊佐伊佐奈美。
じゃあ B 型 OK です。始めちゃってください。さあテルミーソナミ、テルミーの絶対数が結構少ないせいでかなり珍しい組み合わせになると思うんですが、さあ落としているのはイサイザナミ側。B トレイ突っ込んでくるわ。これはマガタマ込みのかなり強い選択肢ですね。メッセンがバックスを刈り取る。そして俺は上を見る。さてここでこれコンボミスってしまったか。さあジャガクから、しかし縦設置、この状況はイザナミが強い。そういうこと。さあ、あの当て身が炸裂したのを見るのは相当久しぶりなんですが、この空対決を取っていくのはミツルギ、テルミ。おわ、ビートライ、ここはダッシュに噛み合う。ビートライからこれは展開置き詰め、縦を張る。ロケはしっかり立って、ロクシーもしっかり立って、2ビーが強い。ビートライさらにここは入っていく。気づけば反対側の亀足、ここは中断通してロクシー A 方向。さあファイナルラウンドは開幕イザナミが縦を展開して突っ込んでくる。さあレンゲの回、非常に空対空強い技ですが、ロクシーからの外砲、外砲画面端、さらに外砲ロクへ、ここでマストつかせる。さあついにテルミ側がダウン取る。ジャガクカウンターサルトはかわして空中メッセンガー、これは素晴らしいコマ判断、画面端に追い込んでいる。ジャガク締めからのジャンシー、ゴーディーカウンターヒット指導、これはどうなるか。水晶でバースト、ガテンショー、このタックはすげえな。まあ投げしか通らない状況とはいえ、ようやりましたよ今のは。すごいな。やばかったな今の、びっくりした。さあ大将出てくるのは鉄さん、鉄尾さんの S、 鉄尾さんの方もレイチェルから S にキャラ替えをしての参戦ということですね。さあ開幕 S が投げ落としている。おー、コンボがおしゃれ、モルドレッドからのやはりこのチャンスが強い。しかしこれは剣テルミ、そこで対応ガーセンショーで一気にゲージ回収して、水晶オロチブレンゼン、ここですがバースト。さあブルーノで飛ばせて落としてブリーフでコンボ伸ばす。ガーウェインからブルーノでパカリ、さあ第2ラウンドは、さあ追いかけるテルミに対して弾を使って追っ払っていく S という図式でしょうか。踏んでこれはまだまだつながる。じゃあ2D 落として
ったボールスから紋章を使う。ブルーのブルーのここはしっかり攻める。ぶっ飛ばしてまだ繋がる。さあ6周がめちゃめちゃ入っている。最後はジャンシー、これはやはり強いですね。いや綺麗だね。さあ対象対象は、S 対スサノオ、新キャラ同士の対決になりましたが、正直あまり見ない組み合わせなのでどうなるかといったところ、ここはクテクを取っていく。鉄オイス後ろに回って打ち、さあしっかりとダッシュでつながる距離を把握している。フルノこの状況、ジャンシー、ここでスタロガーがバスワー、 6A が当たる。まずは一式のレベルアップ。さあここでバスワー、さあこれは非常に見切りづらい。まとわりつきだが中段が通る。これ分からなくなってきた。ここはエレク、さあ S 側がまずはリーチをかける。さて B 筐体が終わったようですね。処理されは、ファジで連絡します。じゃあ B 筐体いきましょう。ヒョウムさんのラムダ、クルミさんのレイチェル、味覚の違いいらっしゃいますね。でメカッセイさんのマイと、ヨナガアンジーちゃんのウザナビヨシキさんか、リッチ科学いらっしゃいますね。じゃあヒョウムさんいるいるいる、そこのお二人と、じゃあヨシキさんジャケしてください。試合の方はS が優勢といったところですね。これは8式の隙に刺さるクリフからアストラギード、かっこよく決めていく。了解です、了解です。じゃあ B 兄弟どっちも先方決まっています。イザナミとレイチェルです。処理したのは僕らはジケラを愛している鉄さん、イサさん、おめでとうございます。じゃあどんどん次に2回戦の方行っていきましょう。大阪帝都愛勇者部、あこんな近くに、こんな近くに。じゃあ水木とレインさんでじゃんけんしてもらって、じゃあ影響台でお願いします。さあこっから2回戦ですね。オッケOkay.
さあ、こっからは2回戦に入りますね。勝利、大阪帝対勇者部。出てくるのは、クラリのライチとレインさんのノエルですね。さあ、開幕はライチがこづいて、この中段見えない、本当に。非常に強いですね、あの中段は。さあ、ジャンディから横棒。これ、何、オーバードリブ、これ確定してるか。アサルする、これ壁回して、コーディーが当たらないが、ノルタにはなっている。さあ、オプティックバレル、オプティックバレル。棒は設置させないと言わんばかり。縦棒。さあ、レンチャンで、きっかけをつかみに行く大阪じゃねえや、クラリー。間違えた。さあ、チュンから 4B、ツバメ状況。これが強いが、さあ、オーディーから後ろに回っている、アサルツル、これはラピキャンコビから 6B が当たる。補正切り BC ハイダーから、これ画面端まで持っていく。さあ 2B、 2C から、これはカウンターのアサルトを読み込みの 6D ですかね。バレットレインでフィニッシュ。今からライチの6組が通って、これはデータで拾い直し。そしてゲダン、しかしゲダンには対応している。中段に対してオーディー当たるとする、これは後ろに回って画面を選んでいく。ボルバーブラスト締めから 4D、6D から、まだまだ入るチャンバショット、航空投げ逃さないクラリー。これはゾンビツバメ。さあ、ハックで崩れましたかね。チュン落ちてきて 6C ツバメ、これは縦国死でなかったか。しかし最後は 4D、 強い中段はやはり強い。さあ、いちいちファイナルラウンド初手はクラリ、6A が通る。レンちゃんから3弦、チュン、ツバメ、ここは素直に 6A をぶつけていく。バッテンをつけて、ここでノエルがマスト。だから状況はかなりライチ側、この空投げから早めの OD で無理はしたくないグラリでしたが、ここはノエルが攻め立てる。さあ、データデータ、上を通したノエル、ジャンプショット、亀足、熱波狩りの 2B からリボルバーブラストまでしっかり中学。ここでライチがジャニーディ落ちてくる、縦棒、さあ、一通したから、やはりこの中段。顔を洗って出直してらっしゃい。なんかやばそう、シロさん、なんかコルクボード落っこちそうなんです。あー、でも瑞希が直してくれたっぽい。ごめんなさい、彼を取り戻すためにあなたには消えてもらうわ。すーげー人だな、やはり60人くらいいると違います。素晴らしい。
さあ続いて大将で出てくるのはマイスターさんのラムラですね。さてライチ対ラムラ、これも結構珍しい組み合わせになると思うんですが、スパイクチェイサーゴディクラリも無理はせず近づきたいところなんですが、ここはブレイドをまずは追っ払っていく。さあシックルストーム、これ当たってしまう。うわー、ここはカンチャンでゴリ押し。さらに投げコンが入ってチュンから 4B つまめ。さあライチの攻めが終わらない。上からサイドかぶさってツバメから立てこくし、これはまだ残る。しかし最後はこれ、まだやる。さあ先ほどから全てのラウンドの決め手になっている 4D 中段ですが、やはり強いですね。さあ投げは上に入れている 4DD、 DD と縦棒が勝ち合う。これはつながっている。しかしここは棒とライチ本体の攻撃が噛み合わなかったが、コンボはミスって画面中央。おお、これは上をよく見ていたという素晴らしい体育。縦棒が強い。国士無双6へツバメ降りてきてまだ入る。真空から後ろにはいかない。最後はぶっ飛ばし。さあグラリに似たて勝利したのは大阪て。じゃあ次、鉄さんとこうとコナンさんとこう。次元境界接触要素体、これがマサから精錬された存在なら了解です。ロイを直すヒントになるかもしれないわ。あれどっち勝った？そしたら B 兄弟の方は林さんと、服部くん。林さんいますか？オッケー。ゴンは？あ、じゃあみんないるね。じゃあ服部んとこと、あれ林さん B 兄弟で。ここB 兄弟は、まあ、ゴンザレスと、服部の方の戦法が決まり次第始めちゃって大丈夫。さあ A 兄弟は、戦法はイザナミとアマネ。第2試合、2回戦第2試合ですね。セナ軍団対、今日は性格いい先方で出てくるのは、稲城山根とリクトエイザナミ。さあレアクキャラの山根に対して、そもそも東海に山根はいるのかどうかというところなんですが、さあ開幕バーストを使わされたのは山根側ですが、立ち回りで空対空掴んだリクトゥエイザナミ。
天外ルートで縦まで張れてしまうのか、縦は張らない。さあお互い上の取り合いになるが、空中戦が続いています。ここはあまでも空中制御の強さを生かして的を絞らせない立場ですね。ここは5世で裏に回る、そして 5D が当たる。五星もう一回銀が さあ上からかぶさったアマネですが、銀がまだまだ決定打にはならない。さあお互いこれは時間目いっぱい使おうといったところでしょうか。非常に硬い立ち回りが続きます。五星で落として出ては枯れない。ここでビートロイは逃さない。銀がすげえぶっ飛んでいく。さあこれはライブ当たらない。五星ラッキャンして逃げる。最後はジャンビー、かなりビリビリした立ち回り勝負になりましたが、勝ったのは稲城山根。この逃げていく凄まじい判断、そしてログリー当たって準備万端。ここからはあまねの時間か。ジャイジャイジャイから五星、下からドリル、そしてゴディジャンディ、ゴディこの勢い。そこであまねがバースト、ドリルゲージを維持したいといったところでしょうか。これはまだ残るが、状況はかなり暴れが傾いている。しっかりフォローしきって稲城さんの勝利ですね。じゃあ B 兄弟終わったようなので行きましょうか。根津さん、ゆったさん、月曜日の、あ、月曜の沼部で、次回王とジョビー、マカロニ作戦、ドゥエ。次回王はいらっしゃいますかね。バレルシーいた。根津さんがいる、ゆったさんはどこ？ゆったしー。ゆったさんいらっしゃいますか。誰か誰か、ゆったさんの行方を知っている方はあっちにいた。デさんは絶対いる。ゆったしー、あ、いた。じゃあ今ベトさんちょっとどいてあげてください。じゃあここのチームで対戦なんでじゃんけんしてください。はい、さて大将引きずり出されたコナン椿ですが、この男性なんかどうも大阪でもあったような話らしいですが、大阪じゃねえ、名古屋だ。こないだ名古屋遠征に行った時もぶつかり合ったチーム同士っぽいらしいですね。これはどうも。さあこれ6へ通っていますが、あまり側のカウントアサルト、しかしここは翼で抑え込むコナン椿、最後はホームラン。第2ラウンドはどうなるか。開幕 6A をぶつ当たって、先方はまだ決まってなさそうですね。さてさて 1P OK ですよ。じゃあ B 兄弟 1P 側 OK ですね。
スピンも OK。 じゃあ B カウント始めちゃってください。さあ試合の方はジャニー B で押しつぶしていくアマネ側ですが、翼さんしっかりガードしてるが、ボタン押してるのは爪木は CC から 6B 宣言追。じゃあ B、これ受け身の時間が結構長いんですね。着地からダメージを取っていく。これは持続が長くてフィニッシュ。 1-1 ファイナルラウンドです。さあ開幕ジャンビーが当たる状態からジャンビー、あまれは上に上にといったところですが、ここは椿のエクシル当たってやり立ち上がれ。しかし端は椿が攻める。翼締めから前転も許さない。土が通ってコンボが伸びる。6が立っている。しかし土で暴れを潰して投げる。この辺の攻めの展開の速さはやっぱりコナンさんの強さですね。大将大将鉄ラグラ対コナン椿、まあ、2人とも同じく新宿秋葉でのプレイが中心の2人なので、おそらく対戦したことねえってことはないので、その辺の日頃の経験がどういけるか。さあ C ディバイダーで切り返してラグラのターン、ジャンプ C スタート。6A からナイトメアエッジ。椿も槍があるのでそう技を簡単には重ねられないんですが、さあお互い無敵技を警戒しまくっている。さあ中央座ったのは椿側ですが、 C ディバイダーぶっ飛ばしていく。槍からの翼、さらにナイトメアチ、これは5位でダウンを取る。素晴らしい判断。さあラグナもこれは相手のエクシルアクセルも気になるところだが、ガントレットハーデスはしっかり立ってる。槍から 6B、 アカリに対してオーバードライブ、そして鎖ぶん投げていく。最後はジャミー、先にマッチポイントをかけたのはコナンツバギ。 6B から千賢土、暴れつぶしの立ちからの補正切りの土。攻めの展開の速さはここで抑え込みたい鉄ラグナ。ジャンディジャンディナイトメエッジ、ここは槍打っていく。ジャンエからナイトメアエッジ、ダウンを取ってオーバードライブ。さあものすごい速さで試合が進んでいますが、どうやら攻めているのは鉄ラグラの方。鉄の体育から3指示目、ここは槍を打っていくがフェルズ。さあここは椿側もバースト、ここで終わらせたいか、間に合わない。
そしてホームラン。さあものすごい試合でしたが、勝利したのはコナン椿ということで、今日は性格いいの方が準決勝進出ということですね。準決勝じゃないか、ベスト8進出ですね。おめでとうございます。じゃあ次、影響大チームサティスファクション、カメリアさん、森さんいる、オッケー、ブレアさん、チリさんいるかな、足引っ張りますのお二人、じゃあチリさんとカメリアさんでじゃんけんしてもらって、じゃあ影響隊の方の 1P 側のチームは俺か渋さんに、了解です。はい、じゃあ 1P 側決まってます、 2P 側決まってるようですね。じゃあ影響隊試合始めてください。白面対 S ですかね。さあ続いての2回戦、モリシアズラエル、カメリア博明のチームサティスファクション、対するはブレアエース、チリカレル、足引っ張ります。先方はブレアエース対カメリア博明、開幕は博明、オーバードライブ、博明もオーバードライブ、さあ展開をかわしてエースが攻める、さあモールドからまだ入る、青ビートラが消しない、ここは雪だぜ、ジャニシが重なる、立ち絵立ち絵から立ち絵投げ、ジャニ投げか、さあまずはカメリア白面が一気に押し通していく、ダイニアド、これはどうなるか、お互い相打ちからのスタート、攻めるのは白面だが追っ払う、エースのジャンプビームも強い、ここは冷静に当て身を投げでかわして、ガウェイガウェイモルド、手叩くには前転、三振に対しては上からかぶさってクリフ、ガウェイングからモルドルト、しかしこれは漏れてしまったか、椿が出てしまう、しかしグレン投げは飛んでいる、さあブルーノは当て身で切っていくが、クマジンか、さあボールスブルーノ、しかしエンマ、さあダッシュ空振って方陣展開、エスモーバードライブ、レンカ当たる、三鉄からのシップ、勝利したのはカメリア白面ですね。さあ大将チリカルルが
先に引っ張り出されましたが、ハクメンタイガレルという組み合わせ最近結構見るようになりましたが、まあ割かし荒らせるってハクメン使いの人間が言ってたんで無理ではないんでしょうが、さあ開幕で体力半分消し飛ばしているカメリオハクメン、これ2D を取っている、そしてジャニエ突っ込んできて下段で崩れてレンカ、もしグレン、ロクシー2500、切りのいい数字、勢いそのままにマッチポイントかけているカメリオハクメンですが、このラウンド立ち上がり非常に冷静、じっくりじっくり弾を貯めていきたいところだが、ここで軽川が攻める、ロクシーでまずは崩して挟み込み、刻んで刻んで投げを抜ける、アギトジャンニシーからアネゴディが伝わっている、シャカシャカ、さあここで白面が触る、シップロクシー 6A6B、 さあ 5A5A5C、西でぶっ飛ばしてホタルチャーシー、ものすごい破壊力ですね、カフェリア白面勝利するはサティスファクション。じゃあ次影響体いきましょう、ウルサフクサアバンの人いらっしゃいますかね、ウルサンとフクさんはおりますでしょうか、いる、オッケーで、切断中、OK、います。はい。じゃあ、影響台ですね。そうですね、こっち側です。そうですね、2P 側だったら、シュワちゃん、ニット帽かぶってるやつに言ってください。じゃあもう A 筐体の 1P 側の戦法はいただいてます、なので B 筐体のじゃねえ A 筐体 2P 側が決まればもう試合始めてしまって大丈夫です。じゃあ OK みたいですね、 A 筐体もう試合始めちゃって大丈夫です。さてさて B 兄弟の方はだいぶもつれていますかね、ユッタさんと次回用の対戦になってます。なんかアイアンが見えていますが痩せましたね、急に痩せましたね、さあ続いての試合、何か不穏なものが見えましたが、ウルーラグナフックバングのアバンの人対、マイメロディーバレットアビシアマネコンボ切断中、先方はマイメロさんのバレットとウルさんのラグナ、うわ 2B が強い、頭な前投げから、これはジャンディロックしてカッティングし合って、これでは、バレット側がかなりいい状況なんですが、これはうまい位置を入れ替えている。さあ B 兄弟が終わりましたかね、勝ったのは沼部ですかね。じゃあ次へ行きましょう、僕らはジキャラを愛しているイサンサンテツさんはいる、 OK、 ファジーで連絡します、モケさん、ロニッタさんいますか、いる、オッケー、
じゃあ鉄さんと伊佐さんちょっとこっちの方に来ていただいて、じゃあモケさん、あの伊佐さんか鉄さんとじゃんけんしてもらってお願いします。さあ試合の方は第1ラウンドバレットが制しています。了解です。じゃあ、B 兄弟の 1P 側の鉄さん伊佐さんの方はもう先方いただいてるんで、さてさてここで第2ラウンドラグラのジャンシーがカウンターヒットしましたが、ジャンシーからこれはナイトメア帯越しでデッドスパイクカッティングして起こしている、まだをから出しキャンセルしてエリアル持ってってナイトメアエッジ追加まで出してロビー当たっている 2D ヘルズファング、これは攻め系はカウンターされたので切り返していく、ロケ対空がずれたところにシーディバイヤー 2B からヘルズファング、まだ終わらないがヘルズ、ここは様子を見てコビー越し空中くらいでフィニッシュ。さあファイナルラウンドにもつれ込んだこの試合ですが、状況もほぼほぼ五分、まずはバレットが二バナ、ジャンゲージャンゲージャンゲー前投げ、さあジャンディからかぶさって中段は上にいる、ジャンディ当たる、これはスナップハウス、かなりいいダメージが出ていますね。ここで死んでもらえた、ようやく切り返して、さあ B 兄弟 OK そうですね、初めてやってください。 A 兄弟の方はラグナガがバーストを使わされている、バレットが相当有利な展開、さあ死んでもらえた、これは思い切って打っていく、鉄スパイク確かに投げるが、これ上に飛んでいるバレット、サイドラグナが上からかぶさって、ここはゲランで崩れてバレット側にもバーストを使わせることに成功して、少し分からなくなってきた状況ですが、まあおそらくバレット側はワンコン圏内なので何か当たればといったところ、ジャンプ D が当たって解放、 6A からさらに 6B6C かな、あれはまあ、イメロバレットが先鋒戦を制していく。あれやばいっすよね、マジで。さあ大将出てきたフックバング、まあここも都内対都内みたいな図式になってるので、対戦したことはあるんでしょうね、おそらくは。さあまずは火がついてバング落としからの強利卓ムササビから毒釘投げて、毒釘投げて、しかしここはバレットが競り勝つ、スタンパーズ壁ましてカッティングシェア、これでバレット側もヒートレベルが上がっている状況、 3C で崩して A 釘からのジャンシーから、これでまだ残るが思いのほうが毒のダメージがでかい、
まずはフックバング、初戦を制しましたが、じゃあね、これはパイクを取っているが、ピーク技指導、火がついて腰が当たらない。さあバレットガンもかなり慎重に攻めている印象を見受けますが、ここで対空を取ってカッティングシア、まずはヒートレベル1投げ抜ける。さあ中距離でのじわじわしてた展開から、バレット側は今度は画面足で攻めるターン、これは中段に対して速攻で暴れる、火から風落としてムササビ、これは今どっちなんだ、かなり見切れづらい氷高が飛んできましたが、中段これには確定を取るオーバードライブ、カッティングシアから、さあここでこの投げ飛んでぶっ飛ばしてブラックアウト。おっとここはまたしもバンク落としが通る、開幕バックステは刈り取ってマークが林、さあ接地攻撃、さあこれは釘が動かない、クータイクしっかり取って、しかしここはバグ速攻で画面足抜け出している。さあ中距離画面中央での攻めぎ合い、ガクった、これはサーベとヤサルトからぶっ飛ばしてブラックアウト、これオディマン非常に高いダメージ、カッティングシェア枠を切ってしまってアシュラー残らないか、これは勝利したのはフックバング。さてさて、対象対象は安倍氏さんのアマネとフックさんのバングとなりましたが、まあこの組み合わせも非常に珍しいですね。まあまず立川八王子はお目にかかれない組み合わせなので、どうなっていくか楽しみですね。まずはエイクギが刺さっているもののバーストを吐いているのもバング、そしてここで攻めのターンは安倍氏山に切り替わっている。まず5000、3400、かなりいいダメージが出ている。さあふわりふわりと、お互い空中の行動は意外と動ける方なので、そこがどうなっていくかですね。さあ D 組からしっかり拾っている、えらい林から総称接地釘、ここでいい総称釘は使わない。ジャンディレベルが3になっているので
コンボが高くなるぞ。おお、なんだよこれ。かなり見切りづらい一発ネタだったんですが、今のは大会用ですよね、きっと。すげえ崩しだ。さあ第2ラウンドはバングが攻める展開からスタート。そしてから林総翔だ。三振、接地釘、二周か。さあ接地釘で攻めるターンを続けていく。今度は素直な空弾。しかしこれは中弾に対しての OD がかくっている。え、釘総翔だわ。ちょっと遠いか。ニディドリルレベルはギリギリレベル2。 T がついて腰 A6 で大噴火が出ないか、アシュラが出ないか。さあなんとか九州に一勝を得たアマレ側なんですが、このまとわりつきはさすがにきついですね。相手が悪かったでござるな。さあ1-1、お互いにマッチポイントの最終ラウンド。まずは遠距離戦。6人は空振り。具体君は天音川。さあ天音のターンで試合が進んでいますが、ライブ。そしてさあ B 兄弟がどうやら終わったようですね。モケロニーのチームの8ですかね。パジで連絡します。で、じゃあ次 B 兄弟いきましょう。味覚の違い、ヒョムさん、クルミさんいる？はい、オッケー、いる。ベンゾーベンガルベンベンのものベンのもの試合です。お待たせしました。クルミさんが見つかり次第スタートといった感じで、おっと A 兄弟も終わっていますね。営業隊勝利したのは、コンボ生産中ですね。おめでとうございます。さあどんどんいきましょう。ここからはベスト4です。8がまだ、営業隊大阪帝対、性格いいコナンさんとこと水木の営業隊です。で B 兄弟は2回戦最後の試合、弁のもの対味覚の違い。小田さんたちがこっち。はい、くるみさんは見つかった？OK ですかね。あ、OK だ。弁蔵さんとこと。じゃあ 1P 側のチームは先方決まったら僕に言ってください。クラリは？クラリ試合早く。どっちも OK、 了解です。じゃあ A 兄弟のは先方が決まりにして、 A 兄弟 B 兄弟 1P 側の先方が決まったら OK です。了解。じゃあ B 兄弟初めて OK です。 BOK です。じゃあ A 兄弟も OK ですね。先方は水木とコナンさんですかね。さあついにベスト8まで行きまして、
まずは第一試合、大阪帝大、今日は性格いい東海東京の、混成チーム対ビッグワン立川の混成チームという図式。開幕は水木カルルが取っている。ジャミジャミから落として投げは抜けている。上に飛んでさらに 2D が当たる。この状況、オバタリブ読み合いに無理やり持っていって、この椿が後ろ投げで切り返していく。ブリゴが刺さる。方向から6円を立っているが、線土に対してビバーチェだが、ここは D 線で捕まえる。これはさらに強力だからしっかりコンボ高いんだを選んでいる。ポランティが飛んできた。さあカウンターアサルトはしっかり読んでいる。かなり早い展開の第1ラウンドでしたが、処理したのはこの椿は。さあ第2ラウンドも能動的にカルルが動いていますが、 D 土が当たる。さあ翼締めから剣土、この中段が通ると椿はある程度やりたい放題できる。下段で崩してコールバスト。さあ剣土、これは勢いで押し切ったか。この夏巻の勝利。あいつ一生土通してるハッピーかよ。水木が一生あの椿のピアニって跳ねる中段クラス。ハッピー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 。さあクラリライチ大将として仕事ができるかどうか。まずはここを止めなければならない。さあビッグアンディは椿がいるので対戦経験はおそらくあるかと思いますが、ここはそんなものお構いなしと言わんばかり、ホラン椿の土土土という大胆な選択肢が通った開幕ですが、今の暴れはすごいですね。多分知ってないとできないやつですよ。さあ棒を置いて横棒状況、翼投げ土。さあ光から翼投げ土、腰に CC 翼締め6へ。ここは素直に崩しに行く。そして最後はホブラ。さあ一時開幕は3時フェイタルカウンター。ここはもうこの椿ノリノリで押し切ろうというところか。さあデクサリー駒投げ、インストールゲージが溜まって、わあうまい、すげえしっかり拾いましたね今。まだ入る、しっかり翼バックステはケアしている。甘えは通さない。まだインストールゲージがないので残らないですが、最後は前投げ。勝利したのは今日は性格良い。さて続いて、ゴンザレス・ハットリー・ピンソロ・フレンズ対月曜日の沼部。ゆったさんがいれば、あ、いる、オッケー。じゃあ、心のお二人、営業台で、試合です。
ん？先方はあの 1P チーム側は俺に言ってもらって 2P チームはシワに言ってもらう。じゃあ影響対 1P は決まってます。B も決まりましたね。じゃあ試合始めちゃって大丈夫なんでお願いします。さあ続いて準決勝第2試合、服部の狭間とコンセルスの直人、あんまり名前言いたくないんですけどね、フィンサロフレンズだそうです。はい、で対するはネズさんの響きと、ユッタさんのジン、月曜日の沼部。先方はゴンザレス対ネズさんですね。さあここはオーディにならなかったか、バソジャンシーからさらにジャンシーでかぶさって前方転を許さない。さあクルセイダーは甘えさせない。ロクシーがもう3回入ってる。さらにここは選手陣からのジャプシー。さあ1ラウンド目はネズさんが取りましたが、トイノードはどうなるか。ジャンシーからクルセイダーは空を切る。無敵技の対策もしっかりしているか。さあバリ潰しから総翼戦からジャンプシー、ここはコンセルスバースト。これはロクシーが当たる。バニシングファングからスラッシュガイド、さあ画面端ゴンザレスが攻める展開ですが、ここで ODCC 勝利したのはネズ響き、おめでとうございます。じゃあ B 兄弟の方も終わったようなので呼び出しをしていきましょう。チームサティスファクションカメリアさん、森氏さん対本坊切断中マイメロさん、阿部さんお願いします。阿部さんマイメロさん試合です。あ、チェス。マイメロさんいらっしゃいますかね、どっかに。あ、いた。じゃあカメリアさんと、じゃあ阿部さんでジャンケンしてください。 B 兄弟で試合です。じゃあ先方決まったら渋さんに、1P 側のチームは申告をしてください。はい、OK です。じゃあ、B 兄弟は、コンボ切断中側は先方いただいてます。 OK です。なので森さんとメリアさんのチームの先方が分かり次第スタートで、さあ試合の方は大将服部が出てきておりますが、試合の方は響き側がペースを掴んでいる模様ですね。出っ張りから残章を、さらに出っ張りを繰り返していく。三振ジャバキクー投げ。さあ B 兄弟始めちゃって大丈夫です。アズラエル対バレットになります。試合の方は服部側がかなり体力を削られている状況ですが、まだまだ分からないですね。まあ、それに対するネズ響きはやはり無理をする必要がないかというところ、かなり冷静な立ち回りを徹底しております。このオーバードライブもしっかりしのぎきりましたが、
最後は体育ずらし。さあ第2ラウンドも上から行く響きに対して服部狭間が止めに行くという展開が続いていますが、ここは地上戦、レッソはちゃんと上に飛んでいる。レッソじゃないか、あれは。さあミサゴ落として、ジャンシーが強い、飛山椒からレッソを飛山椒、ミサゴ砕き。さあ攻める響に対して、なんとか狭間画面端逃れましたが、とりあえずウロボを回復させたい。さあ体育ずらしが付き合わずに 5C から 3C で落ちる。しかしクヌギはここで通って、さあこれはコンボダウンまでは持っていけない。さあ中央状況は響き有利といったところですが、狭間にもゲージがあるため、ジャイオクを絡めたワンコンボでかなりダメージは稼げる状況ですが、ここはザイが当たらない。そして戦士陣からレッソをまだ残るが、戦士陣から投げ抜ける。さあしかしこれは時間がないか、タイムアップで勝利したのは根津響きということで、月曜の沼部が準決勝進出ですね。おめでとうございます。ひねくれ者同士のバカ試合はまさに泥沼。そいで次の試合じゃあ行きましょうか。モケモケさん、ロニッタさん、ファジーで連絡します。いる OK で、相手が兵部くるみチームですね。味覚の違いとファジーで連絡しますの対戦になります。ボケボケさん、ロニッタさんいらっしゃいますか。 OK いる OK です。ヒョウムさん、くるみさんいらっしゃいますか。味覚の違いのお二人はいらっしゃいますかね。味覚の違いのお二方いらっしゃいますか。ヒョウムさんとくるみさんいらっしゃいますか。味覚の違いのお二人、はい、いる、オッケー。はい、いて、オッケーです。あ、モケさん、ロニさんいるね。あ、なんか接続悪かったみたいな。マジかよ。じゃあ影響体の方は 2P 側のモケさん、ロニさんの方はシュワちゃんに先方申告して、あ、わかんないか、まだ 1P 側の人は俺かシブさんに、 2P 側はシュワちゃんに先方申告してください。2P 側は決まってる？ OK です。じゃあ 1P 側が決まり次第開始という形になるんで、
もう少々お待ちください。決まりました？了解です。じゃあワンピー側も決まりましたんで始めてください。エス対レイチェルですかね。さあ準々決勝最後の組み合わせになりますかね。モケモケさんのレリウス、ロニータさんの S、 ファジーで連絡します。に対するがヒョウブさんのラムダとクルミさんのレイチェル、味覚の違い、まあ、モケさんロニーさんに関してはもうチームとしては言わずと知れた2人ですね。いつものコンビで参戦ということで、ただロニータさんがセリカから S にキャラ替えをしての参戦ということで、ここはすごく楽しみですね。さあちょっと遅らせて投げ、そこに対してはオーバードライブが噛み合う。さあコンボミスはしているもののレイチェルが攻め立てる展開。さあ後衛投げ、バッテをつけていく。さあ S がつなぐ。さあこれはブルーの地面、ジャンシーから最後はトリスタンからの西ですかね。さあ第2ラウンド開幕。さあここはクリフレッド強化でダウンを取ってカウイン、ちょっと様子を見てブルーの。さあ S も非常に足が速いのでレイチェルのこういった逃げに対してもダッシュで追いつける。さあ強化をしてからのクリフ、しっかりカウンター限定のコンボ調べているブルノ。ここはエレク当たっていく、トリスさんで落として、これは一気に最後はディストーションフィニッシュ、よく見てましたね。じゃあ何つうの、ハロミです。さてさて大将出てくるヒョーブラムダ、さあ開幕ブルーノを打とうとしたところに対してダッシュリビー、ラムダが接近戦を仕掛けていく。ダッシュからスパーダ、まずは一回崩していく。さあ DD がカウンターヒット、シックルスボーが送らせ組、飛びが噛み合ったところでラムダ側がまずはバースを打ってロックエタイク、素晴らしい。さあシック当たって 5C、6C、シックルスボームキャバリエからぶっ飛ばして 6B 当たっている。さあこれは画面押しまで届くのか、届きた、すげえ運びがかなりいいコンボでしたね。最後はしかしエクシーが出る一戦頼れる一撃。さあこのラウンドもまずはお互いに球を打っていく展開ですが、若干ラムダ側に分があるといった感じでしょうか。ガウェイン、さあ DD でとりあえず追っ払っていく。 6DD にブルーノ、
これはしっかりと強化をしながらコンボ伸ばせ。ホールドバックステはしっかりダッシュ2A で刈り取っていく。そしてサモンショーとジャンシー、この組み合わせが最強。取り返すロニッタ S、 さあ X がネイルは冷静にガード。ジャンシー 4DD5DD からアクトパルサーからのブレイド。ここは S 側がターンを握り返して画面足もしっかり選ぶ。さあ振り回して振り回して牽制をしていく。落としてこの攻め、とりあえずカウンターサルトで切り返していくが、ここで S 側がオーバードライブ発動をガラハードでフィニッシュ。処理したのはファジーで連絡します。おめでとうございます。じゃあ準決勝に入ります。こっから先は一大進行になります。では第一試合、今日は性格いい対月曜日の沼部、コナンさんとことユッタさんとこです。じゃあ、コナンさんチームは決まっているようなので、ネゾさんと、ユッタさんのチームが決まり次第の開始になりますかね。じゃあ決まったので、影響体始めてしまって大丈夫です。響き体つばきですかね。では B 筐体の方はもう試合では使いませんので、通常設定に戻させていただきます。さて準決勝第1試合、まずは見ていきましょう。今日は性格いい小段椿リクテイザナミ対、月曜日の沼部根津響きユッタジンチーム、先方は小段椿対根津響きになります。ここは直下ししっかり反撃を入れる。しかも画面端オーバードライブ状態でインストールゲージもポリモリ溜まっていく。非常にいい状況で椿が攻めていく。ネズキビゲ、これはしっかり逃げていく。そういう癖、お互い無敵技ダッシュを示しない。レッソからこれは釣りだったか。最後はヌエ、まずは展開の速さでネズキビゲがかっさらっていったような第1ラウンドですが、第2ラウンドはどうなるか。お互い一旦は距離を離すが一気に近づいていく。ロケがしっかり立って響きがジャンプし上から攻めていく。ミサゴクラキ椿側も負けじと D 線をぶつけて画面8で一気に攻めたいところ。線
さらにこっからはヒミッキのターン、目まぐるしく入れ替わる。ここミサゴ、これは受け身狩り込みの青ビートですね。ジャンシーかぶさって、サンシーから膝ショー投げ、上に飛んでいる。さあお互いかなり攻めてはいますが、決定打にはまだ至らないか。しかし気づけば津垣側がワンコン圏内まで持ってかれている。最後は総力戦、単価が高いな。1500、さあ先に大将引きずり出されているのは、今日は性格いいの方出てくるのはリクトゥーさんのイザナミ。開幕の空対空で早速画面端盤石の形かと思いきや、ここで響きが切り返す。さあ連携の回で押していく、無重の盾、これでザナミ側はかなりやりやすくなった。立ち上げていく、珍しい。さあしっかり直下直下でしのいでいる根津響きですが、ここで完全に逃げ切ることに成功。さあ盾がまだ効果が続いていたか。最後はハゼンの杭、デンデンドン。まず第1ラウンドはリクトゥエイザナミ。さあこれは展開をしている間にジャンシーが刺さる。さあここは画面足いってしまう。そして画面端に行くと天外からの縦置き攻め。さあ立ち合い対空が非常に冴え渡っていますね。かなり響き側が動きづらそうにしている状況になっていますが、これは確っているか。ハゼンの杭を思い切ってぶっ放していく。空対空から落としてダウンを取る。外方からまだまだ攻めけ、二置きからしっかりガードはレッソーマンめくれない。さあ展開して弾を飛ばしたい。メイキの回、これはうますぎる。しっかり電撃やられにハイジャンプ B、 勝利したのはリクトゥイザナミ。大将大将までもつれ込みます。
さあ第一招待所でランクアップマッチ盛り上がってまいりました。出てくるのはユッタジン。さあこれで勝った方が先に決勝駒をに、決勝に駒を進めることになるんですが、さあ主導権を2Bがかわしていく。さあミートライこれバックスリー逃げる。さあイザナミ側も浮遊をうまいこと使って空対空の的を絞らせないようにしてますね。さあバックステバックステバックステ距離を離してまずは準備を整えていく。さあ初見はしっかり付き合わないかわしていく。で盾を解放してじりじりと展開。ついにジンが捕まえる。カウンターサルトしのききって球が強い。エトライかな。エトライさらにつないで天外大きさまで持っていく。エトライロケ解放ロックシーエトライ落として天外これはミスってしまったがまあ状況は悪くないでしょう。無双、まあ、バースト吐いてまだ諦めてはいないが、まずはリーチをかけるのはリックトゥエイザナミ。さあ主導権当たるが、まあこのぐらいは気にならないダメージといったところでしょうか。さあ刻んで刻んで固めていく。ピトライからさらに違う違方からこれがいやらしい。反撃できると思わせてしっかりダマで暴れ潰し展開。さあ物理的には見えない系の置き攻めから無重の子を使ってダメージ伸ばして展開の日。これは縦置き攻めが始まる。さあチン側残り体力が若干心もとないがまだまだ逆転はできるぞ。ここでオーバードライブ風の食いラビットキャッスルカウンターサルト切り返して前転を追いかける。さあ弾無数の盾パンチャクの形しのぎきれるか。最後はロケさあというわけでまず最初の決勝進出チームは今日は性格いいです。おめでとうございます。じゃあ続いて準決勝第2試合もやっていきましょう。コンボ切断中対ファジーで連絡します。あもう4人ともいらっしゃいますね。死が始まる。あ前 B なあ 6A よ対空か。あ、そうだ、やべえやべえやべえ。すみません、大会とは直接関係ないんですが、オールネット付近でポケット Wi-Fi の落とし物があったので心当たりある方はよろしくお願いします。了解です。じゃあコンボ切断中の方はもういただいております。
ジマジ商売ロックアニメのパーカーもういいですオタクはちょっとオタクは喋んないです。え、何？オタクはお前ちょっと携帯見せる。まあ、T シャツでもいいんですけど。T シャツでもいいです。オタクはちょっと黙ってくれます。きついんで。了解です。じゃあ、ワンピー、ツーピーが両方決まりました。レディウス対バレットになります。よろしくお願いします。あ、よかった。どうぞ。さて、準決勝第2試合始まります。ロニッタセリッカじゃねえ、ロニッタ S モケモケレリウスのファジーで連絡します、ね、対アベシアマネ対メロバレットのコモセちゃん中、先方戦はレリウス対バレット。リラカズ、これが当たってボクシーオーバードライブ。とりあえず母ちゃんゲージを回収していく。バルトゥースカッティングしはしっかりケアして、バルランド、西井ロイガー、西井ガドレイス、西井からジャンシーロイガーハース、6エジ目からのディオバイオス。さあ、このラウンドはレリウスの強いところはかなり出ている展開になりましたが、第2ラウンドはどうなるか。ここは挟み込んでの中段択、しまってバッテをつけていく。さあ、こんなのはどうだから、ロイがフライヤー、うおっ裏にいた。さあ、非常に今見切りづらい表裏択が出てましたが、あれはどうなっているのか。母ちゃん消しかけて、とりあえず母ちゃんしまって、西井対空からしっかり拾って、イドロイが母ちゃんで対空取って、ガドリウスモケモケレリウス強い。技術も魂も凡庸だ。そういうことか、マジで全然よ。その素早い身のこなし、被験体のテストには使えそうだ。何出てっけどみたいな。罰ゲームあるじゃん。いや、写真は多分いらない。
Please select your character. Amane Nishiki. さあ、大将を引きずり出されたアビッシュアマネですが、ネシカネームが変わってまいりました。さあ、もう降参気味ですが、やる気満々。まずはレベル3にこれ無理やり持っていける形、無理やりにでもまずはレベル3持っていけば何かが起こる。このキャラクター拾ってジャンディーから、おお、これは4500取ってさらに補正切りも狙う。これでんじゃん、これは序盤の奇襲がかなり機能しましたね。さあ、このラウンドはしかしオーバードライブがないので、まずは普通にお互い立ち回るしかないと言いますか、割と普通の勝負になるんですが、そう、ここで 6D レベル3準備 OK か。ディディから、ジャディからの54500、すっげー減ってる、ジャンビーが強い。しかしここでバサケがしたが、立ち円台空からフィニッシュ、オーバードライブ。しかし空天空しっかり取った、あまりが最後はジャンプリー。さあ、勝利したのはアビッシーアマネですね。いや、やはりレベル3になった時は恐ろしいですね。一瞬で終わるな。さあ、大将大将、そして天帝チャレンジ、勝てば決勝ロニッタ S の登場。さあ、これは先ほども見た光景。しかし今回ロニッタ S 冷静にここは飛んだ相手を落としていくか。レベル3状態がスタートしているので、恐ろしいことになりそうだわ。個性からつながって 2D からジャンディ、一気に持ってく。さあ、大会でのこの勢いは正義と言わんばかりの攻め攻めのスタイルで一本取っていく。さあ、ここはこかしてブルーノ熱ばかり、画面はつながらない。そして画面勝ち、しっかり受け身を取ってモルドで位置入れ替えから紋章をグリフ、トリスタンからまだ入るか、紫色が通さないか。 S のリーチもかなり長いので投げ抜け後の選択肢が結構強いですね。最後はパロミです。
想定に入るの。レベル3アクション。さあ1日ファイナルラウンド開幕。ガウィンで突っ込んでくる。ランディボディーイン、そこにバースト。さあここはロニーです。とりあえず相手のドリルゲージを減らしてから攻めたいところですが、これはダッシュロックシーが繋がらない。落として攻め立てるエース。さあここでカウンターゲット。クリフガラドガラハード。さあというわけで勝利したのはファジーで連絡しますのお二人、おめでとうございます。おめでとうございます。よろしければ私のプリン見せていただけます。まあ、そこはロニッタさんとモケモケさんがどうするかってことかな。天帝誕生めでて。じゃあ決勝になります。マジで。さあ決勝は両チームとももうじゃんけんとかしてくださってるので、先方申告したら始めてしまって大丈夫です。なんでお前熱いんだ。終わりも終わりです。オッケーですか。
OK です。じゃあ決勝を始めてください。よろしくお願いします。じゃあ先方は S 対イザナミになります。もう準備でき次第やってしまって大丈夫なのでよろしくお願いします。さあ長い予選もこれで最後の試合、本日の決勝になります。ワンピー側が、ロニッタ S モケモケレリウスのファジーで連絡します。対するツーピー側が、リクトゥイザナミ、コナンツバキ、今日は性格いい。先方戦はリクトゥイザナミ対ロニッタ S。 先ほどテンテになったばかりノリノリのロニッタ S を止めることができるか。シャンシャンからもう一回トリスタン、そしてシーティーはしっかりガード、玉の打ち合いはイザナミに分があるか。ドクシーからエトレからの展開、奥攻めは縦、さあ中段はしっかり立っている。ロクシーに対してここはクリフルント、しかしエトレイまたしてもイザナミが画面足で攻める番。天外縦張って大きい攻め、6ミリで崩して外方でフィニッシュ。まずは第一ラウンド制したのはリックトゥイザナミ。うわーなんかすげえ当たり方してる。 S 側がバスト、さあこれは盾がついているがぐりぐるっとに地合いの湯からの天外奥攻めは外方から、これはいつもの天外ルートでしょうか。天外盾盤石どうする、鳥かごは強い、下段で崩れて外方からロクシーハゼンの食い、素晴らしいコマンダーパーフェクトで取っていくリクトゥイザナミ。この守り手が何故ここに、これは何の皮肉だ。
さあ先に大将出されたのは、ファジーで連絡しますの方ですね。オッケーオッケー、レディウス。さあここは踏みとどまれるか、それともニクトゥイザナミがこのまま押し切るか。ここは縦張ってゴーで消していく。さあこの距離感の合わせ方が非常にうまいですね。さあここは繋がりきらなかったか。さあ遠距離戦に戻って、これは相当消えた瞬間にさらに続く置いていくランの方が。あーしかしこれはマソキア死ぬ。さあロインハスからロケカウンターヒット、ロイが閉まって攻めていく。サンチエックス、これはまだ残ってはいたが最後は上から。まず1ラウンド目はボケボケレリルス。さあ遠距離戦が続く組み合わせですが、ロインハスからうまいな、バルティス潰している。さあジャンエンで勝っとんでくれ。さあラントカウンター指導から三振ギラカズ。さあレリウスが攻め立てる展開、イザナミはこれはどこで逃げるか。縦を張った、これで逃げる準備はワンターン。そして攻めに切り替えていく、よくガードしたな今の。さあここでさらにイザナミが上から行くところにバルライア、ロイがロケからとしまって、これをファジを共有させていくが、さあ縦張って突っ込んでいきたいが、リオバイブス、まずは押していく、まずは押していく、相打ち。最後は逃げ逃げ逃げ、ロニータスじゃないモケモケレリウスの勝利ですね。さあ対象対象までもつれ込みましたね。残り1試合です。貴様の渇望した新章風景、想定以上でも以下でもない。さて本日の最後の試合になります。大将大将モケモケレリウス対コナンツバキ、勝った方が関東1枚目の切符を手にします。これは開幕お互い思い切ったが、美味しいのはツバキオか。しかしここは負けじとバルラート、お互い開幕から全力で殴りいく。オブダリブ投げは上に飛んでいる、ロイが決まって、ロイが西ガードレース
コービーからさらに繋いでロイガー、アラヤ、バルティウス、さあここで遠距離戦になってお互い準備を整えたいところはチャンペイが強い。これは中段立っている 6B から戦土、土が通る。ここでロニボケボケレリウス側もバーストを切って前転、ここはコンボミス、ディオバイオス、どうなるか、足を止めているが首からレリウスが突っ込む、投げはバッテがついている。ロイガー、さあこれ当たっている、カウンターサルト、バルアート特殊戦で突っ込んでくるが、さあどっちが勝つか、これはちょっと当たっている、白切れか、最後はデータジャンビー。さあこのラウンドはお互いの攻めのタグがあまりにも凄まじかったですね。さあしかしかといって2ラウンド目もお互い激しく殴り合っていく、父はガード、ロビーが当たる、ここでリリウスが母ちゃんを消しかける、テーナジョンビー当たる、女はどうだ、三振しまってバルティウス、さあ槍からここでミノム、そこで打つ、さあ大会ならではの読み合いか、さあこれはイラカースを重ねる形、そしてさらにバルティウスを重ねる、こんなのはどうかから、キラカスは抜ける、すげえ暴れだ、お互い暴れている。さあボタンの押し合いからこれはどうなるか、このつばけ、ここで状況は若干有利か、画面端オーバードライブは残っている状態、これはガンダッシュからの小投げ、お互いの攻めっ気はまだまだ衰えていない。ファイナルラウンド開幕は椿のデーだから C 追加がフェイタルカウントしている。さあ翼締めからイビーの追加が当たってレリウス側が先にバースト、線で押して土、土 5C で上入れをとがめる、翼から土、小腹げ、インストールゲージも回収しながら殴りに行くが、ここで西を置くか、さあ槍翼に対してカウンターサルトだが最後は線で押し切る、いやーすごい激しい試合がラストを飾りましたね。はい、というわけで本日の優勝は、今日は性格 E のお二人、コナン椿、